はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしゅんです。また N フラワーデザインスクール代表の長塚です。先ほどのブログで重大発表を、ね、させていただきますというメッセージを送りました。これから皆さんにお伝えしなければいけないことがあります。長塚真一、ついに歌手デビューが決まりました。ねえダーリン、ねえダーリン、こっち向いてもねえダーリン、ねえダーリン、ねえダーリン、またテレビつけたままで、すやすや、どんな夢見てるの。失礼いたしました、今のは間違いです。本当の重大発表はですね、N フラワーデザインスクールの、まあ、本会員さんだけになってしまうんですけれども、N フラワーデザインスクールの機関誌が6月から発行されることに決定しました。Yes! これはね、念願のね、機関誌なんです。やっぱりこうスクールを立ち上げて、だんだんここにね、会員数の方が増えてきて、まあ、スクール展とかもね、できるようになって、やっとね、こう機関誌というのがね、念願の機関誌というのはできることになりました。もう本当にね、これはね、待ちに待ったね、待ちに待った機関誌です。内容もね、今ね、いろいろとこう決めてますけど、またね、この機関誌の内容がすごいんです。今ね、ここでね、本当はね、発表したいんだけど、発表ね、できないんですよ。N フラワーデザインスクール史上、すっごいことが起こるんです。まあ、結構今までもあったんで、一番すごいかどうかわかんないんですけど、とにかく、すごい、機関誌を楽しみにしていてください。ではですね、6月中旬発送ぐらいになると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。また N フラワーデザインスクールに入会したいという方はぜひね、お近くの、まあ、ホームページにこう、 うちのスクールの、ね、場所が出てますので、お近くの先生に、通っていただけたらと思います。まあ、そのお問い合わせは、ホームページ内になりますので本部で大丈夫です。ただウェブ会員に関しては、結構これ間違ってる方もいらっしゃるんですけど、ウェブ会員は全く本会員とは別なんです。なので N フラワーデザインスクールのこう情報とかそういうものは全部本会員しか流れないんですね。ウェブ会員の方はもうまた別のことになってきますので、ぜひね、こうお花を本当真剣に習いたいという方はもうウェブ会員からまずなんて方もいらっしゃるんですけども、まずウェブ会員じゃなくて本会員から来てください。じゃないと絶対に上達はしませんので、本会員からの入会をお勧めいたします。ではね、機関誌を楽しみにしていてください。また重大発表もね、会社の中になりますんで、ぜひワクワクしながら開けてみてください。ではまたお会いしましょう。 See you next time.